皆さん、こんにちは。NEC の菅沼です。本日は NEC のデジタル変革への取り組みと題しまして、講演をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は NEC の OSS 推進センターという組織で、NEC グループにおける OSS の活用を様々な側面から支援、推進する役割を担っております。私自身、かつては OS 技術者でして、 2000年頃には Linux 開発コミュニティの中で Linux の開発を行っていたりしましたレッドハットさんとはその頃からま約20年長いお付き合いをさせていただいておりますでは始めさせていただきますまずはじめに昨今の状況でございますが依然として新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な状況でございます 世界中の医療関係の皆様を含め日々大変な努力をされている方々には敬意意とと感謝の意を心より表したいと思い思ます本日私のセッションではこのニューノーマルの時代に社会やビジネスにどんな変化が求められるのかそして NEC がどのような形でデジタルシフトに取り組んでいるのかといったことについてお話をさせていただきます。 現在我々の暮らしや行動はさまざまな制限を受けている状況でありますがこの制限を克服するためにデジタルが活発に活用されていることを示すデータが出てきております。リモート会議システムで一躍有名になった Zoom は1日当たり3億人の利用者があるそうです。私自身も4月以降完全なテレワークで出社は全くしておりません。 毎日45回の妹会議を行っています驚くことに Zoom はですね79歳の私の義理の母親もですね使いこなしています物理的ないろいろな制限を誰もが IT を駆使して克服しているっていう様をですね身近に感じております仕事だけではなく生活スタイル全般の様式変化を保管補強するために デジタル技術が盛んに活用され結果としてインターネットのトラフィックの急増やデータセンターの需要増などの数字に表れていると思いますこのデジタル活用の流れはコロナ禍の一時的な回避措置ではなく逆戻りしない社会,社会変革の流れだろうということは皆さんもお感じになっていることと思います 次に事業継続の観点でパンデミックについて少し触れさせていただきます。こちらの図は厚生労働省の事業継続の基礎的な表現で用いられるものですが、上の図と下の図では同じ事業継続でも事故自然災害の場合とパンデミックの場合とで内容が異なっています。上の図は事故や自然災害の場合なんですけれども、 インフラが破壊されたりして一旦事業はゼロになるという構図になっています2011年の東日本大震災のことをちょっと思い出しますねで一方下の図の方なんですけれども今回のパンデミックのような場合では各種物理的な制限によって業務が徐々に縮小し優先度の高いコア業務を維持するために変革が進むというふうに思われています半ば強制的に事業の選択と集中 それからさまざまなルールやプロセスの変革が進んでいくという形になります。これら変革に対してですね、柔軟に対応していくということが事業継続の観点からも重要になっております。この半ば強制的な変革なんですけれども、さまざまなデジタル化の加速を促しています。一つ目は業務シフト、業務効率化という観点です。 キャッシュレス化はあのすごい勢いで進んでいますお店で現金を使うのに躊躇するような時代が来るとは正直私も思っていませんでした銀行などの窓口業務なども可能な限りリモートで完結するようなプロセスに変わっていると思いますこれらのサービスの急速な拡大はスマホやクラウドコンピューティングなどを駆使してオープンプラットフォーム上で実現していると言えるかと思います 次にサプライチェーンの変化ですけれども、事業継続の観点ではサプライチェーンのマネジメントを多次元的なイメージで設計しなければならないという課題が今回社会全体に突きつけられていたものというふうに言えます。ここでもサプライチェーンの可視化、最適化、BCP 対応等ですね、IT や AI を活用してコントロールできないかといった話が増えてきております。最後は顧客体験の変化です。 お客様そしてその先にいるお客様の価値観や行動が大きく変化したと思っていますこの変化をデジタルを駆使することで把握分析することが今後ますます重要になっていると言えると思いますデジタル化がここまで加速する以前リア,ルとビジネリアルとデジタルを相手分けて考えているようなフェーズがあったと思います しかし今は誰もがリアルの世界の周りに当たり前のようにデジタルがあるそういった世界がもうすでに始まっているという状況にあると思いますそして社会全体のデジタルシフトによってもたらされる価値にはイノベーション創造お客様とその先のお客様も含めた接点の改革そして業務改革というものが存在すると考えていますこれらの価値を実現させお客様にお届けすることを 我々 NEC の目的であるというふうに考えて昨年からデジタルシフトの戦略を実行ししてままいりましたこれらの目的を念頭において NEC のこれまでの取り組みについてこれからお話を進めさせていただきたいと思います。デジタルシフトによる価値創造を実現するために大きく3つの観点で変革の必要性を我々は考えました。 ビジネスプロセス人材そしてテクノロジーといったこの三つの観点でございますまずビジネスプロセスの観点ですお客様に IT システムをお届けする IT ベンダーの役割も大きく変わろうとしていますお客様から提示された要件に基づいてある程度確立された技術をベースにシステムを着実に設計構築するというのが従来のプロセスだったと思います しかし今お客様が求めているのは、移りゆく行動様式、それから組織、社会ルール、こういった変化にですね、俊敏に対応できて、さらに進化させ続けられる IT システムではないかなと思っております。そこには新たなテクノロジーを積極的に活用したり、圧倒的な開発スピードを実現したり、そして柔軟性というものも同時に必要とされていると思います。NEC はお客様の仮説検証のフェーズから、 DX 実現に向けたオファリングをさせていただいておりますそしてさまざまな不確実性をはらんだ環境の中でアジャイル的にお客様とともに価値創造を進めさせていただいておりますこのような活動を提供できるようビジネスプロセス我々自身の変革を進めてまいりました次にデジタルシフトを支える人材についてです昨年デジタルエキスパートトレーニングという デジタルシフトと DX のリテラシー向上のトレーニングコースを NEC では初めて開始いたしましたまたそれに加えて慶応義塾大学様と共同で行動様式やプロジェクトベースラーニングといったデザインベースコースやコンサルテーションスキルを高めるための即戦力コースを作り社内の人材育成を進めてまいりましたこれらの育成プログラムを DX 人材育成プログラムと呼んでおります 昨年より DX 人材の3,000人育成を進めてまいりましたが現在では目標5,000人に増やしてさらなる育成を強化しております。最後はテクノロジーの変革を支える NEC デジタルプラットフォームについてちょっとお話をさせていただきます。NEC デジタルプラットフォームは DX に活用可能な技術アセットを グローバルに提供する共通プラットフォーム、共通デジタルプラットフォームです。グローバルで利用可能なクラウドをベースとしたオープンアーキテクチャとなっております。この7月にデジタルプラットフォームの第一人として日本で企画してアメリカで開発、インドからテクノロジーの支援を受けながら生体認証技術を用いたサービスの提供を開始しております。 今後このプラットフォーム上にさまざまなアプリケーションサービスを展開しまして世界中のお客様に提供してまいりたいと思っておりますこの NC デジタルプラットフォームの特徴ですが DX で活用できるさまざまなアプリケーション例えば生体認証や画像解析 ID 管理といったアプリケーションがグローバルに API ベースで提供されていますこれらのアプリケーションを スピーディーにグローバルにスケーラブルに提供するためにコンテナ基盤技術を全面的に採用しております。ここで RedHat さんのオープンシフトテクノロジーを活用させていただいております。こちらが NEC デジタルプラットフォームの活用例です。オフィスや施設に入管するときに体表面温度を計測し 異常がないかを検査しますそれと同時に顔認証で認証証でをすするというそういうううそシステムになっております入管の時にその入管された方が今密な状態にあるのかどうかを映像分析で見える化してもし密になっていた場合はソーシャルディスタンスが必要ということで管理者にワーニングを発出するもしくはデジタルサイネージにその密な状況を表示して適切にソーシャルディスタンスの確保を促すと。 そういったような仕組みになっておりますこのような感染症対策ソリューションは今市場やお客様からのリクエストが非常に多くなっておりますこちらもグローバル基盤で世界中に提供できるように設計されております生体認証の話も交えた n c のデジタルプラットフォーム n c のデジタル変革の取り組みについては本イベントの NEC のテーマセッションの方で 具体的にご紹介いたしますのでぜひそちらもご覧いただければ幸いです本日は NEC が進めているデジタルシフトについて簡単ではありますがお話をさせていただきましたニューノーマルの時代に社会も企業も人も大きく変革が求められていますその変革をデジタルの力を使って 推し進めることが我々 IT ベンダーに強く求められていると感じておりますぜひ今後も多くのお客様とご一緒にデジタルシフトを推進させより良い社会の創造を目指していければなと願っておりますご清聴いただきありがとうございました